皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユレ2020やっていきましょう。今回は月曜日に登場するクラブセレクションの紹介の方をやっていきたいと思います。はい、予想の方では確かユナイテッドじゃなくて、ユベントスとミラン、こちらをね予想したんですけど、残念ながらね、撃沈しましたね。今回来るのがマンチェスターシティ、そしてリバプール、こちらから来るということになります。今回はマンチェスターシティの方ね、先にね、どんな選手が選ばれたのか、そして能力がまあどれだけね、ノーマルと違うのか、その辺を中心に見ていこうと思います。ということで、結果選ばれたのがこちらの選手たちですね。結構豪華じゃないかなというところで、アグエロ、まあ、エデルソン、デブライネ、スターリング、このあたりが選ばれております。ということで一人ずつ見ていきましょう。はい、ということで見ていきたいと思います。まずアグエロですね。こちらはノーマル、今回もレベル1での紹介なんですけど、レベマと、あとは詳しいね、スキルがまあこんなのついてるよとか、まあ、あとポジションがこれなりに、できますよとかいう話は、ガチャが出てからね、詳しくまたやるので、気になる方はそっちも見てください。今回レベル1だと、ノーマル91で FP が93ということで、総合値的には2上がりますね。で、能力は安定の1しか上がらないパターンで、ご覧のような感じで1がずらっと並んでおります。今回はボールキープ、こちらが4上がっての90ということになるみたいです。はい、こちらの選手はレベマにすると、上限が19なので、だいたい 3,4 上がるというところで、レベマの能力でいうとオフェンスセンス、決定力、こちらがまあ97までいくというところになります。それから足元すべて95へという、まあここら辺が特徴的かなと思います。はい、でこの選手はスキル埋まってるので追加がまあ不可という感じで、まあスタミナがレベマにしても確か83ぐらいにしかならないので、スパサブつけたいところだったんですが、まあ埋まってるという感じでつけれないという感じですね。まあただシュートスキルは結構豊富に持っている選手です。まあおすすめ度というのを今回から紹介しますが、おすすめ度は5というところで、まあ5段階評価で5が最高という感じですね。この選手もかなりおすすめです。この選手はコマン7で、逆足が、頻度が2、精度が3となっております。はい、続いて紹介するのがエデルソンですね。こちらノーマル89で FP が93ということで4上がっています。フィールドプレイヤーの能力は全てに上がってますね。その中でもキック力、こちらが91までいきます。それからゴールキーパーの能力ですけど、基本的には2しか上がってなくて、リフレクティング、こちらが5上がっての98ということで、ここが一番まあ伸びているという感じですね。こちらの選手は上限が22レベなので 3,4 上がる計算というところで、レベマにするとゴールキーパーの能力、まあ、今作初のね、ゴールキーパーの能力すべてカンストするキーパーということになります。で、パス能力も、レベマにすると85へ、そしてスピードが76、瞬発も76、このあたりも結構いいですよね。はい、あとはキック力、ジャンプ、フィジカル、このあたりも90を超えてくるということで、なかなかキーパーとして、優秀な選手かなと思います。ちなみに、ゴールキーパーの能力は、13レベこちらに達した時点で、全てカンストするので、まあ、そこまで全部上げなくてもね、ゴールキーパーの能力だけで言えばカンストします。でスキルは低弾道パントとゴールキーパーのロングスロー、 PK ストッパーかなり優秀なもんね、ついているということで、特に追加もまあ必要はないかな。はい、利き足、左足のゴールキーパーで、コンアンは7ということで、その点もいいですね。ちなみに逆足は2ですね。身長が188と、まあ、低めな点。まあ、ジャンプが92までね、上がるので、それでカバーできるかなという感じです。おすすめ度は5ですね。はい、続いてがデブライネですね。こちらはまずノーマル、90から、92ということで、今回は2上がっているということになります。基本的にはやはりこちらも1しか上がっていないんですけど、ボールコントロール、こちらが4上がっての95ということになります。こちらの選手、逆足も結構良好で、コマンが6というところになります。で、プレ4版では週刊 FP の方で1回登場してるんですが、そちらとの比較はご覧のような感じになります。総合値がマイナス2ということになって、基本的に下がってる項目がまあ多いんですけど、その中でもボールコントロール、そしてボールダッシュ、こちらがまあ2と1上がってるという感じですね。で能力の方はオフェンスセンスとフライパス、それからスピード、ここがまあかなりガクッと落ちるという感じになります。なのでまあ週刊と比べるとやはりね、週刊の方が強いので、そちら持ってる方は今回は当たらなくてもいいという感じですね。こちらの選手は上限が20レベなので、まあ 3,4 ぐらい上がるという計算です。レベマにすると足元の能力がまあ高くなって、特にボールコントロール、こちらが98までいきます。かなり高いですね。あとは両方のパス、グランダーパス、フライパス、こちらが95を超えてきます。決定力は88かな。まあスピード面が少し低めではあるんですけど、まあその点がちょっと引っかかる方もいるかもしれません。
逆足の頻度3で精度が4ですし、まあ、スキルにワンタッチパスが相変わらずないので、そのあたりでつけるとなおいいんじゃないかなと思います。この選手もおすすめは5ですね。はい、続いてがスターリングですね。こちらも今作は初 FP 化かな。はい、こちらはノーマル79じゃなくて89で FP が91ということで、総合値的にはまあ2上がってるということになります。まあ、能力は残念ながらこちらも基本1上がりという感じですね。まあその中でも今回はオフェンスセンスがこちら4上がっての92ということで高くなります。はい、こちらの選手上限が28なので、4号上がる計算ということで、ボールキープが、今回カンストするということになりますね。あとはスピード瞬発が、98と99、あとボディコンが97までいきますね。まあドリブルとか、まあコネコネしやすそうなね、能力ではあるかなと思います。あとはですね、パスが、両方85へ、決定力は88まで伸びるというところになります。まあ足はしっかり速いですね。逆足が、両方ともにでコアンが7の選手ということになります。まあ、前作ね、コアンが確か4だったのでね、使いたいけどみたいなところあったので、これはいいところかなと思います。今作はスキルもかなり増えて、ユーティリティプレイヤーということで、その点もいいですね。おすすめ度はこの回も5ということになります。5の選手多いな。はい、続いてがシルバですね。こちらの選手も、プレ4だと1回週間 FP ということで出ています。こちらまずノーマルですね。こちらは88から90ということで、総合値的には2上がってます。今回は基本的にはやはり1しか上がりませんが、その中でもドリブル、こちらが4上がっての92ということになっています。ここが一番伸びてますね。はい、週間との比較はこちらですね。こちらも週間と比べるとマイナス2ということで、総合値は90。今回はドリブル、こちらがまあ2高い92ということになっていて、他のものがまあマイナスというところで、特にスピード瞬発が4下がって、決定力も4下がっている。結構ここね、大きいんじゃないかなというところで、ちょっと気にはなってしまいますね。はい、なのでまあ週間持っている方は特に今回は狙わなくていいということが言えると思います。上限が21なので、こちらもまあ 3,4 ぐらい上がるという計算です。まあ、週間よりはね、まあ少し弱いんですけど、グランダーパス、あとボディコン、こちらがカンストします。まあただスピード瞬発、ここがね、80に乗らないところ、そこがやはり気にはなるかなと個人的には思いましたね。はい、スキルはカンストしているので追加は不可と。ポジションはいろいろね、可能なユーティリティプレイヤーということで、おすすめ度は3ということになります。はい、続いてがオタメンディ。こちらセンターバックの選手ということで、2019を含めても初 FP 化ということになります。ノーマル84で FP が88ということで、総合値的には4上がっているということになりますね。能力の方は基本的にこちらはまあ2上がっているということで、その中でもアグレッシブネス、こちらが5上がっての95ということで高くなりますね。はい、こちらの選手の上限が33ということで、まあ、23ですね、23ということで、3,4 レベ上がるということになりますかね。はい、アグレッシブネスが、レベマにするとカンスト、それからフィジカルジャンプ、ボールダッシュ、こちらがまあ95ぐらいになるということになります。まあ、身長が183とね、少し小柄なセンターバックということで、まあ、スキル、あとインターセプトがないですね。マンマークとか、あとはアクロバティッククリア、こちらは持っているということになります。こちらの選手は逆足両方ともにで、コアンが6の選手ということで、そうですね、そこまで強すぎず弱すぎず、普通という感じです。おすすめ度は2ですね。はい、続いて紹介するのがロドリですね。こちらも2019を含めて初 FP 化ということになります。総合値がノーマル85で FP が87ということで2上がりますね。基本的にはこちらも能力は1しか上がっていませんが、フィジカルが今回は4伸びて83ということになります。はい、上限の方が33ということで、56上がる計算ということで、レベマにするとディフェンス能力はディフェンスセンスとボールダッシュ、こちらが95まで伸びますし、あとパス能力もね、90超えてくると。あとはスピードが85へ、フィジカルが89まで伸びるということで、かなりいい選手ですね。身長が191、プレイスタイルはアンカー、スキルは足裏コントロール、そしてワンタッチパス、インターセプト、こちら3つしかないのでね、何かしら追加した方が良さそうかなとは思います。かなりね、育成もできますが、かなり優秀な選手ということで、かなりねおすすめです。おすすめ度は5ということになります。
はい、ということで最後の選手はジンチェンコですね。こちらの選手も、2019含めて初 FP 化ということで、ノーマル 80FP が85ということで、5上がってるということになりますね。こちらの選手は能力は基本的に3上がってるということになります。その中でもスピードの方が、こちら6上がっての79ということになりますね。こちらの選手も逆足1で、頻度が1ですね。精度が2、コアンが6の選手ということになります。上限が34なので、こちらも5、6上がる計算ということになります。レベマにすると、95位は確かフライパスのみということになりますね。あとはですね、足元が80後半、スピードが85付近、ディフェンスの能力は80超えるということで、まあ平均的かなという感じはしてしまいますね。あとはスキルがシザーズのみということで、まあ追加は必須かなとは思います。まあいろいろね、ポジションはできるユーティリティプレイヤーなんですが、まあおすすめ度的には3かなと思います。はい、ということで今回は月曜日に登場するマンチェスターシティのクラブセレクションのメンバーと、あとはですね、能力の方先行公開やっていきました。いかがだったでしょうか。そうですね、当たりの方で言うとアグエロ、あとはエデルソン、エデルソンも2019含めて初 FP 化ですね。あとはデブライネ、スターリング、ロドリ、この辺りがやはり当たりとなってくるんじゃないかなと思います。なのでですね、まあ、オタメンディ、それからジンチェンコ、まあ、このあたりは若干能力は低めなんですけど、まあ、アプリだと今 FP になってる選手ほとんどいないと思うので、このあたりも結構面白い存在ではあるんですけど、もう PS4 だと結構センターバックだと、まあ、クリバリ出てます、あとファンダイク出てます、デリフト出てますとか考えると、ちょっとここら辺厳しいかもしれません。まあ、あと左サイドバックも、タグリアフィコが2回だったりとか、あとロバートソン、マルセロとか、あといろいろ、まあ今すぐ思いつきませんけど出てるので、そのあたりと比べると正直って感じはしますね。はい、ということで次回はリバプールのクラブセレクションの方もね、動画作りますので、ご視聴いただければと思います。アップ次第概要欄に URL を貼りたいと思います。こちらのチャンネルではこういう FP 関連の動画、FP の予想とか比較などやっていますし、他にも最新情報とか、あとメンテ後配信、月曜日の、ガチャ配信とかもするので、ぜひよろしくお願いします。合わせてチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画ここまでです。ご視聴ありがとうございました。